点でもたまにはさせてください。お願いします。皆さんこんにちは、書道家の平田大河です。今回の動画は私が運営する書道のオンラインスクールのライブ講義の模様をお届けしていきたいと思います。こちらのライブ講義というのはですね、実は先月リニューアルして始まった新サービスの一つとなっております。もともと添削がメインのサービスとなっておりまして、生徒様と私自身が個別にチャット機能を用いて、そこでですね、お送りいただいた画像と動画を私が拝見し、それに対して動画で返却する、そのような形のサービスとなっておりました。さらには24時間チャットで質問もし放題だったりですとか、そういったことをやってきたんですけれども、それだけだとですね、まだまだモチベーションが維持しづらいだとか、もっとライトに参加してみたいとか、そういった方がですね、参加しづらかったというような課題がございました。ですのでリニューアルをさせていただいたんですけれども、その中で追加されたサービスというのがですね、今回お伝えするライブ講義、それからお手本のダウンロードし放題、ここが目玉となっております。お手本のダウンロードし放題というのがですね、追加されたことによって、今までオフでコースに申し込んでいただいた方はオフでコースしかできなかったですし、さらにはですね、毎月1課題2課題ずつをお送りするという形でした。ですが今回はですね、もうすでに130種類140種類かな以上のお手本がもうドーンとそのコミュニティに入っておりまして、ご自身で好きなものをダウンロードできるという形になりました。ですので、ジャンルにこだわらず、先ほど大筆というお話をしましたが、大筆と小筆とボールペン、3つのジャンルのお手本を、もう自分自身がやりたいもの、やりたい時に取れる、そのような形となっております。そして取れるだけだとどうしても何をやっていいのかわからないという方もいらっしゃるかと思いましたので、今回ですね、推奨課題というものを毎月設けさせていただく形となりまして、その推奨課題の解説というのがライブ講義で行っている内容となります。ライブ講義で行っている内容というのはですね、今回は初めてということもあり公開する形になるんですけれども、もちろん非公開ですし、会員様だけが楽しめるサービスとなっておりますので、ぜひですね、少しでも興味あるよという方は概要欄に詳細リンク貼っております。よければ内容だけでもご覧いただけると嬉しいです。そしてですね、メンバーというサービスがありまして、そちらに関しては毎月1200円で入っていただけるサービスとなっております。こちらお手本ダウンロードし放題ついてます。ライブ講義ついてます。さらにですね、そのコミュニティの中で私自身がコラムのようなことを書いております。普段他では発信していない内容、考え方であったりとか、どのような形で書道家を目指すようになったのかとか、こういった話をですね、随時更新していくような、そのようなコラムにしていきたいなと思っておりますので、そういったことにも興味があるよと思ってくださっている方はぜひですね、こちらもう一度言います、概要欄の方から来ていただけると嬉しいです。めちゃめちゃ宣伝の、そんな動画にはなってますが、もう宣伝もたまにはさせてください、お願いします、ということで、やっていきたいと思います。ではですね、早速ライブ講義の模様をご覧いただければと思います。始めていきましょう。あれ、久しぶりなんで音が鳴らなかったですね。もう一回いきましょう。始めていきましょう。はい、それではただいまより6月度のワンポイント解説講義ということで始めてまいります。今回ですね、解説していく推奨課題というところで、エントリーコースのボールペンのこちら草冠の練習、それから筆ペンはこちらですね、行人面、そしてベーシックに関しましてはこちらの文章ですね、2つ、これらのワンポイント解説という形で進めてまいります。サクッとですね、お話ししてまいりますので、練習のお役立てください。あともう一つ先に説明しました、こちらのお筆ですね、ベーシック改善と、それから会社の赤という形でやっていきます。草冠がテーマです。草冠、皆さんどのように書かれておりますか？ポイントといたしましては、下と上の割合をどうするか、ここをきっちりと考えていただくというところと、ここの空間をしっかり開けられるかどうか、これが非常にポイントとなっていきます。では実際にですね、ちょっとポイントどういうところかというと、まず左側と右側があったときに、右側が上になるようにしてください。右側が上に上がるようにしてまいります。そして間はきっちりと空間を空けるということ、そして下を出しすぎないというところが草冠を描くときのポイントになっていきます。よくあるやりがちなパターンが、上が短くて下にこうグーッと出てしまって、やってくる。しまう方多いですね。これをすると何が起こるかというと、下のパーツを描くときに
その下から始めなくてはいけないので、どうしても間延びした字になってしまうという形になります。で、富士という字です。富士は、バランスよく書くために重要なポイント、この月の大きさなんですけれども、月がですね、どうしても横に広くなってしまう方多いです。横に広くなってしまうと右側の部分が書けなくなりますので、ここ要注意です。幅が広くならないようにしてください。これがまず一番最初のポイント。それからここですよね、ここしっかりと一時停止、止まってから払う、止め払いということで、軽く止めて払う、右払い意識してやってまいりましょう。そして一つ一つの間の空間をしっかり取るように意識してみてください。推奨課題4人でやっていきましょうねということで、エントリーコースはですね、基本的にこの筆ペンでやっておりますので、筆ペンでやっていきますね。こちらのお手本も筆ペンで書いております。ということで、今回のですね、この4人目意識していただきたいのは角度でございます。1本、2本の角度。1本目がちょっとだけ気持ち外に広がる。そして2本目を縦に立てる、角度を立てるということです。ここを意識してください。それからこのポイントは、はみ出ないということです。よくやりがちなパターンなんですけれども、こう書いて2画目をこっちに引っ張ってしまってこうなるパターン、先ほどの草冠のお話と一緒なんですけれども、ここに出っ張ってしまうと作りを書くときにこれが邪魔になってしまって書けないという現象が起こります。ですのでそうではなくて、しっかりとですね、そこが書けるように、ここに壁があるイメージで書いていくということをやっていきましょう。それからラインを見てください。この下のラインどちらかがぐっと下がりすぎたり上がりすぎたりしないということが大切です。もちろん文字によってはですね、あえて上げる文字があったりですとか、あとは下げるものがあったりとか、文字によっては変わるんですけれども、このパターンにおいてはしっかりとラインが、均等になるようにしてあげましょう。そして間の空間は一つ一つしっかりと開けてあげると。で、開けるためにもう一個ポイントといたしましては、細くぐーっと持ってきて、そこから太くする、この線の強弱というところを意識しましょう。線の強弱を意識しましょう。そしてエントリーの皆様ですね、おそらくこの起筆、止筆ですね、止筆と終筆、ここがですね、しっかりとできていないパターンが多いですので、しっかりとですね、止まってからぐっと進む、そして離す、でこのリズムを意識しましょう。縦も一緒です。止まってからぐっと進んで離す、このイメージですね。これを持ってください。下に関してですが、ここ難しいですね。間の空間が均等になるように線を引っ張っていく必要があります。そしてその時に横線が非常に多くなりますから、線の強弱というものがより大切になります。細く太く、そして長い線はより細くぐーっと持ってきてキュッと当てる。そしてこれもしっかりと止まって進んで、止まって離す、止まって進んで、止まって離す、このリズムが大事です。で、最後ここですね、この縦に関してはイメージ横下のイメージを持って書いていただくといいと思います。どういうことかと言いますと、横下という感じです。横下ですね。極端にこうこうではないので、これだけ気をつけてください。文章で意識していただきたいことは、バランスですね。全体感をまずしっかりと見るようにしてください。特に分かりよいところで解説しましょうかね。太陽に向けというところでいきますが、ここで見ていただきますと、しっかり広がって、でちょっと内に、ここの幅ですよね、幅から、内に入れていくイメージで、また漢字が来るのでしっかり広がって、また内に入れていくイメージということで、実はここ横にこうスーッとまっすぐ均等ではないということです。というのも漢字とひらがなでメリハリをつけているというところになりますね。これも広がってここで閉じて、また漢字が大きくなるので広がってここで閉じてということで、常にひし形シルエット、これをですね意識していきましょう。あとよくありがちなのが、この辺がですね、中心が今中心ラインここなんですけども、中心で払い終わるイメージで書いてあげると、この字で真ん中を取ることができます。よくあるパターンで引っ張りすぎるパターンですね。これ非常に多いですので、こうならないように気をつけていきましょう。これもですね、基本的に先ほどと一緒です。広がっていたら次は閉じて、広がっていったら次は閉じて、このような形でイメージを組んであげてください。
それから、結構ですね、この線の強弱というものをつけてます。ここであればキュッと持ってきて太く持ってきた後にスッと細く入れるみたいな形でですね、この強弱をつけることによってメリハリがつくのでうまく見せることができるということ、これ覚えておいてください。前折りは中心に、そしてここはしっかりとですね、つながりをキュッと細くから入ってグッと持っていく。でここがポイントですね。しっかりと太さ細さ、このメリハリをつけるということと、ここが重たくなられないようにすることが大切です。ちょっと大きめに書くと、止まってドーンと止まって、このまま細くしたとしてもここが重たいと不細工になります。じゃあどうすればいいのかというと、スッと持っていって太くして、一回筆をキュッと立ち上げます。キュッと離しませんよ、離さずに立ち上げてから持っていく、ここの形を作るということです。これをするだけで重さというのがかなり軽減されますから、ぜひやってみてください。ではベーシックコースの楷書と行書と、あとエントリーコースのこちらの往復でやっていきたいと思います。今回リニューアルに際してテーマが前のめりコミュニケーションということで、本当にですね、前のめりにやっていただくと結構充実した機能がたくさんあります。お手本のダウンロードもそうですし、毎回ですね、ご自身が取っていないまあコースにおいてもこのような形で、レッスンというものを行ってまいります。まあちょっとプレミアムコースの天然海洋層、ご所帯あるものに関してはより本格的になるので、一個独立して解説という形になるんですけれども、他のコースはですね、このようにやってまいりますので、役立てていただければと思います。ということで、ちょっとこれなぞりながらいきますね。はい。では行きたいと思います。赤という字です。脂質と収質ですね。ここをしっかりと意識していただければ問題ないかなと思います。とにかくエントリーコースの方に意識していただきたいのは、とにかく線がぶれないようにたくさん練習をするということになります。縦横、そして払い、いろいろありますが、まあ、そういったところ全てにおいて、自分自身の中での苦手を少しでも減らしていくということをやってもらえたらという形ですね。というわけでやっていくんですけれども、ちょっとせっかくなので持ち方ね、やっていきたいと思います。持ち方に関して親指と人差し指と中指、これで持っていただきたいなと思います。これ双方向っていうんですけれども、もう会社を書くときにしっかりと安定してきますから、これで持っていきましょう。でもう一個間に、まあそうですね、拳1個分ぐらい開けていただいて、肘をちょっと上げて、このような形で書く。これ、剣腕法っていうんですけれども、この形で基本的にはまあやっていただくといいんじゃないかなと思います。では行きましょう。はい、しっかり斜めにトンと当てて、スーッと持っていって、そしてここでキュッと、キュッと上に当てます。これを、こうしてしまう方が多いんですけれども、こうならないように注意してください。そしてこれも1、2ですね。はい、そして1、2。これもですね、チョンで終わるのではなくて、1、2。ここの接続部分に関してなんですけれども、しっかりとですね、この中の部分でキュッと当てて、キュッと当てます。これもキュッと当ててからグッと持っていく。キュッと当ててから持っていく。この当ての部分をおろそかにしないようにしましょう。接続部分隠れてしまいますので、どうしてもおろそかにしてしまう方多いです。ですがそれすると非常にもったいないですし、それこそメリハリなくなりますので、しっかりとですね、ここはやっていきましょう。ここの組み方だけやっていきます。止まって進んで、止まって持っていく。そうするとこの角しっかりできますので、これもメリハリをつけられる一つのテクニックになりますので、やってみてください。例えばさっきこうやってギュッとしっかり組みましょうって言いましたが、これをしてしまうと硬すぎですよね。なのでちょっとこう当てるのは当てるんですけど、ギュッと入れる、まあ、このイメージです。よくですね、こう丸くなってしまう、ごめんなさい、見えなかったですね。丸くなってしまう方多いんです。行書だから丸く柔らかくということで書く方多いんですけれども、まあ行書とはいえですね、しっかりとグーッと持ってきて当ててから持っていくっていう形をしてあげるといいと思います。これちょっと抜いてしまったんですけど、あんま抜かない方がいいですね。こう当ててからギュッと持っていくという形です。まあ、これ意識してください。で、あと
はい、ということで、このような形でですね、毎月必ず1回、そして多い時には必要に応じて2回とかですね、まあ、2回目の方に関しては不定期に、ちょっと開催していこうかなという形なんですけれども、私自身もですね、皆様と関わりをたくさん持てるように、皆様がですね、少しでも学習に飽きてしまわないように、積極的に取り組んでいきたいなと思っております。それによってですね、より深く解説できるポイントもあるかなと思ってます。参加者の多いカテゴリーといいますか、聞きたい内容によりですね、こう集中的に細かいところまでお話しできるような形がいいのかなと思っておりますので、まあ、そういったところも私自身もどんどんこうブラッシュアップして皆様にとっていいものを作っていきたいなという考えでやっていきますので、これからもですね、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。それからあとは自分自身をこう撮影されると思うんですけれども、撮影した後は提出するだけではなくて、自分自身でもどうなっているかっていうのを繰り返しご覧いただくといいんじゃないかなと思います。どうしてもカメラを避けながらとか書いていると大変だとは思うんですけれども、まあ、そういったところも含めて、自分自身を客観視して、そしてどういったところの癖があるのかというところを、発見できる機会になると思いますので、この機会を、活用されてみてください。ということで、このような形で今回のライブのレッスンは終わりたいと思います。次回以降も楽しみにしていてください。それではありがとうございました。